里崎チャンネル。じゃん。こんにちは。今日はこちらです。名字で名プレイヤー。いやまあ里崎も名字珍しいじゃないですか。はい、プロ野球発足以来。はい、僕だけなんですよ。いないみたいですね。はあ、うん、袴さんも、はい、まあ、静岡ではね、はい、結構いらっしゃるんですけど、はい、そんな言うほどプロ野球界いないじゃないですか。いや、秀俊さんだけだけかもわかんないですよね。そうですね。はい、だからそこでですね、はい、その名字でプロ野球界の選手を昔にたどろうっていう、はい、どんなすごい選手がいたのかっていうところで、はい、今日はですね、だから日本で一番多い名字は佐藤らしいですよ。らしいですね。はあ、うん、だその佐藤の中で一番すごいのは誰だったんやろうっていう、うん、おー、だって俺も同級生佐藤めっちゃいるもんね。いました、いました、うん、小学校の時から、はいはい、佐藤は絶対いるじゃん、はい、だからあだ名がシュガーとかだったりするんだよ。そうなんですか。うん、佐藤だからシュガー。あー、佐藤くんとか佐藤さんはあんまり佐藤さんって呼ばれないですよね。だから多いから下の名前で呼ばれたりとか、うん、あー、そうかもね。でした、うん、だから1位らしいよ、はい、日本で。え、じゃあパッと佐藤で思いつくの言い合う、言い合う、はい、せーの、ジージー佐藤輝明。佐藤なんですか。輝明、今年の1位の。ああ、阪神の、はい、俺はもうジージー佐藤よ。そうですね。あ、そっか、ジージーさん佐藤ですもんね。うん、そう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 、佐藤って言ったら、はいはい、まあ、佐藤ね、はい、まあ、今はパッて、あとロッテの佐藤俊也選手も。ああ、そうだね、今、はい、うん、楽天のコーチだった。あ、吉野さん、佐藤吉野さん、うん、とか、うん、そうだね、あとロッテには佐藤幸彦さんとか、はい、佐藤健一さんとかいたんですけど、はい、ちょっと調べてみましょう、はい、佐藤は誰が一番すごいのか、投手野手と、はい、いうところで、はい、今現役の選手ね、ここに出てるんですけど、はい、中日に佐藤選手、はい、楽天に佐藤選手、はいはい、と思ってる、友紀選手、はい、で埼玉佐藤龍生、うん、でオリックス佐藤和 馬育成、はい、で佐藤俊也で、ソフトバンク佐藤直樹、ドラフト1位じゃんね、はい、オリックスが佐藤優吾選手です、ね、うん、育成、はい、で佐藤翔馬ロッテ育成、はい、で阪神佐藤輝明、はい、でソフトバンク佐藤弘樹、うん、で阪神が佐藤蓮かな、はい、が現役だ。現役 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 人、うん、ここ、まあ、多いのか少ないのかよく分かんないけど、そうですね、うんうん、でもバリバリのレギュラーはまあ佐藤輝明今のところだね、うん、まあ他の選手はまだっていう。そうです、ね、でも一番多いのよ、はい、人口で日本 で、ね、佐藤があれ、なんかその割になんか超ビッグっていう、現役ではね、現役では今あんまり。佐藤さんは大体今何人だろうね、日本の、日本の中で佐藤およそ186万人ぐらい、だから約190万人、190万人、1位よ。へえ。じゃあちょっと昔にたどって、はい、調べてみたんですよ、はい、でね、まあ西武だと佐藤友明ね、はい、でロッテだと佐藤健一さんとか、はい、あと佐藤幸彦さん、うん、だから健一さんは僕がコーチだったんですけど、幸彦さん一緒にやって、あとね、ダイエーヤクルトはね、佐藤真一さん、主に代打でね、はい、プレーしてたりスタメンでも出てましたけど、で、あと西武もう一人、ジージー佐藤ね、あ、こういう名でしょ、ね、はい、もう佐藤さんのジージーさんですもんね、はい、あとはね、オリックスで言うとね、はい、佐藤を、あ、達也、そうそうそう、はい、あの中継ぎでめちゃくちゃ速くてね、はい、球が、ほんびっ、俺も対戦経験あるけど、めちゃくちゃ速かったよ、うん、へぇ、あ、吉則選手、あ、そうそうそう、名字佐藤ですもんね、そうそう、今、武蔵ヒートベアーズ、はい、あとパンチさんもそうじゃないですか、あ、パンチ佐藤さんね、はい、オリックス、うん、佐藤健二、横浜高校からロッテ日本ハムのね、まあ、試合数はちょっと少ないですけどね、はい、あとは最近で言うと、はい、佐藤博、巨人楽天、左ピッチャーね、うん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 、あと佐藤誠さん、巨人大栄、ピッチャー中継ぎ、はい、だったりとか、最近で言うとそんな感じかな。ただ佐藤ってめちゃくちゃ人口で多い割に、そうだね、いいですね、だって上の順で鈴木とかだったら一郎とか鈴木誠也とか、はい、鈴木大地もそうだしね、うん、はい、ケイ鈴木とか、鈴木健さんとか、はい、いるしね、はい、田中だったら田中マー君とか、はい、田中幸男さんとか、はい、田中圭介とか、うん、そう考えると一番ビッグネームは佐藤義さんだね。あ、そうですか、はい、佐藤義さんだってえげつないもんね。
165勝137敗、はい、最多勝1回、最優秀防御率1回、新人王1回、はい、月間 MVP3 回、うん、結構取ってますね、うんうん、ノーヒットノーランもしてるもん。1995年8月26日史上61人目対近鉄バファローズ。佐藤義さんが一番すごいね。ああ、じゃあ佐藤だと、もう佐藤オブトップ、トップオブ佐藤か、トップオブ佐藤は佐藤義さん。ああ、そういうことになるんですね、うん、でも、もうだから66歳、はい、佐藤さん、うん、だからそっから誰も出てきてない。出てきてない。じゃあこれからピッチャーの、だからもうトップオブトップは佐藤義さんだね、はいはい、じゃあ野手は、野手はね、はい、俺の里崎チャンネル調べによると、はい、野手のトップオブトップは、はい、佐藤孝夫さんです。佐藤孝夫さん、はい、はい、国鉄です。あ、国鉄の頃の52年から63年です、はい、1275試合出場、はい、通算打率2割3分8厘、うん、ホームラン150本、うん、新人王を取ってます。へえ。104試合2割6分5厘、はい、でホームランが14本、うん、国鉄を支えた打者です。ああ、そうなんですか。仙台鉄道管理局に佐藤割と、宮城では有名な選手であり、そうなんだ、はい、1952年に国鉄スワローズに入団、はい、5月からスタメン出場が増えて主に1番ショートとして出場、うん、力強い打撃と俊足で、ノンプロ時代の名声に違わず活躍をし、うん、打撃では14本塁打、8月28日から10月6日まで24試合連続安打の新人記録を樹立、うん、当時ね、9月7日から10月3日までの14試合連続得点のセリーグ記録、当時で、さらに45盗塁の新人記録も更新、はい、記録ずくめ、うん、デビューです。すごい。だからトップオブトップの野手は、はい、佐藤孝夫さんです。1931年8月10日生まれの方で、まあ、2005年にね、残念ながら亡くなられてる場合いるんですけども、そうなんです、ね、1952年から63年11年間国鉄スワローズです。へー。その後コーチとかもヤクルト、西武、阪神でやられてます。うーん。広岡さんがロッテも打診、ロッテもにも来てくれないかって言ったらしい。へー。って書いてる。相性はバンビだって。バンビ、はい、へー。トップオブトップは、はい、野手は佐藤孝夫さんです、はい、でピッチャーが佐藤義則さん、はい、でもちょっと長いよ。そうですね、だいぶ前ですよ。だいぶもだいぶ前。え、その期間ビッグな佐藤が現れてないってことですか。ビッグな佐藤現れてないんです。現れないんですね。じゃあ今の現役の人たちチャンスですね。まあチャンスっていうか、うん、トップオブ佐藤になるための日本で一番、うん、あの多いのに、うん、そんないないんだね。いないんだ。逆にびっくりだね、はい、でこれはなんかあのジージー佐藤も言ってたらしいんだけど、はい、なんかその阪神なんかどっからとこで言ってたらしくて、はい、その佐藤、阪神の佐藤君が心配やと、うん、なぜなら佐藤の名字で活躍したプロ野球選手がほぼいないからって言って、言ってたらしくて。そうなんですか。だからなんかね、だって、うん、あとだって佐藤健一さん、はい、その次に出場試合数が多いのは佐藤健一さんなのね、はい、ロッテの。何試合ですか。1041試合、うん、でもあの打席数が佐藤孝夫さんの約半分ぐらいしかないから。あ、そうなんだ、うん。ということはスタメンではそこまで出てなかった可能性が。そう、出てても代打が出たりとかってことです、ね、あとは守備固めがあったりとか、うんうん、あとジージー佐藤ホームラン88本、はい、まあ、ジージーもちょっと短かったからね、うんうん、その頑張った期間がね、はい、やっぱり印象の高いのはパンチ佐藤さんだよね。そうですね、うん、まあ海からドラフト1位で、うん、でもそう考えたら意外ですね。意外に少ないね、はい、だって数も少なくない。はい、71件1人今までで1人。佐々木調べね、はい、もうちょっとだから佐々木チャンネル的には、はい、野手のトップオブ佐藤は佐藤孝夫さんで、はい、ピッチャーのトップオブ佐藤は佐藤義則さん、はい、じゃあこれに対抗して、はい、こっちの、まあ、俺ら頑張って調べたけど、はい、抜け落ちてる可能性もあるから、うん、あります。あのコメント欄に、はい、あのいやこっちの方がトップオブ佐藤だよっていう人がいたら、うんうん、はい、ちょっとコメント欄に教えてほしいですね、 ですね、うん、そして今の現役の人たちはトップオブ佐藤になれる可能性がまだまだまだ全然あるから、ね、トップオブ佐藤になってほしいよね、うん、なってほしい。佐藤君、寺木君とかも、うん、そうだね、だから、うん、佐藤界ではどこまで頑張れるか。そうですね、楽しみだね。はい、楽しみですねこの先活躍してほしいね。まあね、佐藤選手はね、はい、頑張りをね、はい、期待してトップオブ佐藤になってほしいですね、はい。